どうも皆さんこんにちは、一人親方です。今日は皆さんにストッパーノットという結びをご紹介したいと思います。ストッパーという名前がある通りですね、末端にコブが作ってあって、すっぽ抜けないっていう、作りのもの、ストッパーノットって言います。ただストッパーノット一つとってもですね、こんな風に巻いてあるだけのものもあれば、今回ご紹介するのはこういうパターンの結びですね。綺麗でしょ。ジグザグに編み込まれていて、で、一本のロープからできるっていう面白くて綺麗な結びになります。今日はこのストッパーノットを皆さんにご紹介します。はい、じゃあストッパーノットを結んでいきます。そんな難しくないんですよ。でも一応よく見とってくださいね。まず、この末端じゃなくて元紐の方を下にして、外側に輪を一つ作ります。もうちょっと長い方がいいかな。こんな感じの輪をね、もうさっき言っちゃうと3つポコポコポコって作ってから中を編み込んで通してしまいなんですよ。だからこの輪っぱ3周分あるぐらいの紐をね、余分持たせてた方がいいですね。これですね、元紐が下、末端の方が上で、次、返してこうですね。今度は末端の方が上に来るようにして輪を作ります。で、次に少しだけ交差させますね。こういう感じです。で、紐を手前の紐からジグザグに上から入れて、下から抜いて、上から入れてと、こうします。ちょっとね、短いので長さを調整しますね。こうですね。で、最後に上に出てきて、で、ここですね、ここに通して、下からこの真ん中のとこ、ここに出てきます。上から通してで、真ん中から出てくる。はい。で、あとはこれを引っ張っていくんですよ。で、いっぺんに引っ張っても小さなダマにはならないので、少しずつですね、こらえのところでこう1本ずつ手繰り寄せるような感じで引っ張らないとうまくいかないです。で、この時も一発で仕上がらないので、まずはこういう小さいダマにまとまるように軽く引っ張ってまとめていきますね。ね。で、こっからさらにギューッと締め込んでいったら、こういう感じですね。完成します。で、これがストッパーノットです。はい、いかがだったでしょうか。ストッパーノットね、綺麗な結びでしたよね。ストッパーとして使うこともできますけども、綺麗なんで装飾用として使用することもできるんじゃないかなと思っています。例えば僕なんか撮影でね、持ち運びするカバンのところにこういう感じでね、ストッパーノットをこしらえていますね。僕はカメラをね、出し入れする場所に入れてるんですけど、よく使うので、目印としてもね、パッと見て、あ、ここやったって分かるようにこうやってしてます。こんな感じで装飾用として使ってみるのもいいかもしれません。ぜひ試してみてください。チャンネル登録はこちらをポチッ。今後に役立ちたいので、コメントや評価もぜひ。高評価、低評価、どちらでも OK です。皆さんの声をぜひ聞かせてください。Twitter もやっていますので、説明欄からフォローお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。